一応これあのチャネリングっていうんですか、はい、上とつながるみたいなことなんですけど、はいはい、もともと子供の頃から霊感があったとかってよく聞かれるんですけど、なかったんですね。特に感じてはなかったんですよ。そうなんですね、はい、ずっとなくて大人になって、はい、で、まあ、ちょっと精神的に落ち込んだりした時に、何かこう後ろから守られてるものからの声みたいなのを感じたことがあって、はいはい、あ、何かいるぞっていうのを感じ始めたのが、まあ、きっかけはきっかけです。で、実際にこれをお仕事にしてみようかなっていうふうに、はい、ちょっとうっすらとだいぶ前に思ってたんですけども、まあ、できるかな、どこかなって自分にそんなに自信はなかったんですけど、はい、なんだかいきなり、やっぱハヤセルフの方から直接、勝手に手が動いて、セッションを始めますっていうのを Facebook に上げてしまったんですね。なんか結構酔っ払ったんですけど上げちゃったんですよ。で、まあ、上げちゃえってことだから来たんだろう。で、上げてしまったから、まあ、進むんだったら勝手に進むだろうし、はい、来なければ来ないだろうと思って放ってたんですね、はい、そしたらなんかすぐにその翌日にセッション申し込みが来まして、そこから大慌てで準備を始めたっていう感じで、はい、なんか勝手に始まったような、私の中では勝手に始まってしまったような感じですね。そうですね、うん、それまでもご自身のハイヤーセルフとはずっと意思疎通は取れてたというか、割とそうですね、はい、うん、言われる通りに動いてみるとかっていうような感じですね。なんか7月になったけれども今月はどんな風になるのかなっていうようなことを聞くと、はい、底が抜けるとかっていう言葉が聞こえてくるんですけど、底が抜けるの意味がわからないと思って、でそれでずっと1ヶ月間そのままなんだろうと思いながら過ごしていると、なんかいきなり連絡が来て、契約成立したとかね、そういうようなことが後で、あ、そういうことを言ってたのかっていうのが後でわかるみたいなことはよくありましたけども、でもそれを人にはできるかなっていうのはちょっとよく分からなかったんですけど、はいはい、友達からはできるできるとみんなから言われてまして、で、まあ、それをまあいつか形にするのかなと思ってたんですけど、はい、いきなり、まあ、勝手に手が打っていたっていうような状態で始まりました。そうですね、やっぱり一番これって自分のフィルターが入るっていうのが良くないことだと思うので、自分の自我と伝わってくるものの区別ですね、はい、これは私が考えていること、それともこれ伝わってきているものっていうのをちゃんとくっきりと区別できるようにっていう、はい、そこにをやっぱり心がけていますね。それはどこで区別がつけれるものなんですか。はい、それがですね、今接続セッションっていうのもまた別にしてるんですけども、はい、自分の自我の考えている層と伝わってくるものの層っていう、ちょっと層が違うんですね。でどこからそれが降りてきているのかっていうのをちょっと捕まえに行くときに、はい、これすごく感覚なんですけど、あ、この感覚はこうだ、これは私のだっていうのを、区別つけるような風にちょっと配慮してるって感じですかね。そうですね、ちょっとクライアントさんなんですけども、2年か3年かぐらい前から、何度かお受けくださった方なんですけど、最初はご自身のご病気が怖くてどうやって乗り越えようっていうようなご相談だったんですけど、その時に あなたは全然大丈夫ですよっていうのが来ていて、でその病気を超えた後にすごい世界が広がっているっていうふうに見えているよって、でその頃はご自身病気で不安な時だったのですごくご心配になってて、そんなことは起こるとは思えないみたいな感じだったんですけど、でそれが去年ぐらいですかね、手術を終えられて戻ってこられて、戻ってとか、まあ、お仕事に復帰されてってなった時に本を出版されてそれで今はですね、もう去年、今年の4月ぐらいですかね、もう講演会とかもするようになられて、でいろんな教あとね、なん社団法人とか立ち上げられて、で今はもうなんかこう割と全国区で活躍は始まったみたいになって、でいろんなことに手を出してというか、まあ、いろんなところに手を広げられて、でそちらの方 の人をどんどんつないでいくみたいなことされていて、でそれが一番最初に見えてたビジョンと一緒だよねって今でもお話をしているような感じですね。やっぱりそれがあった、その言葉をもらったからそちらの方に進めたっていうふうには言われたので、私としてはやっぱりちょっとお役に立てたのかなっていうふうに、はい、感じています。一番最初からその、まあ、はい、活躍の場面っていうのが、そうですね、見えて、はい、見えておりまして、でそうなるよっていうふうにはお伝えしておりました。はい、家庭じゃなくてもその場面がポンと見えるわけなんですか。そうですね、その具体的な場面というよりはこういうふうな感じですって、ちょっとこういろんなこうところをぴょんぴょんぴょんと飛んでる姿が見えるよみたいな感じだったんですね。で具体的にこれが何、それが何というのではなくて、それは自分で作っていく、またちょっとサプライズというか、何があるよっていうのははっきりは言われないんですけども、その活躍の場があるよっていうのを見せられていたような感じですね。
やっぱあと一歩、あと一歩で、何かこう夢を達成したいと思われている方だったり、はい、あとは何のために生きてるのって思われていたりとか、ちょっと自分の魂に何かを聞いてみたいですね、うん、私はなぜここにいるの、はい、なぜこんな辛い目に遭わないといけないの、うん、っていうようなことをちょっと自分自身に問いかけてみたいっていうような方ですよね。結婚に向けて私は本当に婚種でいいのかなとか、大体自分が答えを大体持ってるんですね、こうしたいけど背中をちょっと押してっていうような時だったりとか、何かちょっと確信を持ちたいみたいな方だったらすごくフィットするのかなっていうふうには思ってますね。ハイアーセルフという言葉っていうのはあまり馴染みないかなと思うんですけども、今までの世界だと守護霊さんとかっていうなんかご先祖さんというような形だったんですけど、それが本当の自分自身が今までずっと導いていたってことに気が付いていただきたいなというのと、そのハイアーセルフっていうのは自分の未来の自分だというふうに思っていただいて、未来の自分からのメッセージっていうのを受け取ってみてほしいなと私は思っています、よかったらどうぞ来ていただけたら、先生今日はどうもありがとうございました。